ちももっち。今僕は日生諸島の一つ角井島に向かってます。角井島には縄文時代の集落を復元した古代体験の里まほろばというところがあるんだ。うわ、雰囲気があっていいところだね。やあ、ももち、こんにちは。にゃ、あなたは。僕はね、ここでお客さんに古代体験や自然体験をご案内している原田と言います。よろしくお願いします。ああ、よろしくお願いします。でも古代体験や自然体験って何をするんですか？そうですね、まず実践あるのみですから一緒に行ってみましょうか。やった。まずは自然体験。海釣りにカヌー、イエーイ、楽しい。それから古代体験の里まほろばに来たんだから古代体験をしない手はないよね。昔の人は毎日こうやって火を起こしてたんだ。大変だね。よし、僕も頑張るぞ。自分で頑張ってつけた火で作る料理は格別。うわ、おいしそう。島には野生の鹿もいるんだって。あ、いた、鹿さんだ。かわいい。こんな近くで見られるなんてラッキー。皆さんも魅力いっぱいの古代体験の里まほろばでいろんな体験をしてみてね。